あれ。心臓に大きな負荷がかかったようですね。ちゃんと検査しましょう。しばらく過度な運動を控えてください。早く切り替えて受験勉強しろ。その方が得だからな。ラストで息止めてるのか。え？なんすか。どうなんだ。誰でもやってることでしょ。あがを言うな。電子生命短くする気か。俺柔道でオリンピック出たら水泳やめるんだよ。急ぐからな。まっすぐ帰れよ。ねえねえねえ、聞いた？今監督のところに新聞の取材が来てるんだって。村井さんだろ。俺あの人やだな。柴原先輩の方がいい。なんで？村井先輩の方がかっこいいじゃん。私も柴原先輩感じあるし。監督も柴原先輩から完全に村井先輩にシフトしてるよね。自分の子供なのに興味ゼロだし。でも村井さんじゃ絶対決勝までは残れないって。柴原さん見た？ラスト30完全に息してねえの。すげえ根性だよな。だから気にしないんじゃないの。少しは人の迷惑考えてよ。監督も大会の人に絞られてたよ。知ってる？柴原先輩って監督が教え子に産ませた子供なの。そう、マジで？で、その生徒と監督は結婚しないで別れたんだよ。初めて聞いた。監督とその生徒って体育館倉庫でやっちゃったんだって。何を？嘘、マジで？信じらんねえ。だから柴原先輩は体育館ベイビー。やばくない？柴原